はい、皆さんはこんばんちは。ゆっくりオウムです。不難だよ。さて二つ目の祠ですが、めちゃくちゃ暗いです。導きは光だってさ。確かに奥に光が3本ぐらいありますけど、なんだこれ？トライフォースだ。これ何の意味があるんでしょうかね。ただの明かりでも何か不気味です。しかも奥にもビーム放ってるし。あれどうやって通るの？それです。もう本当に一撃死というプレッシャーは大きい。走り幅跳びだよ、いやちょっと待て、それはあくまで最終手段だ。まずまずね、キャッチやらでどうにかする道具はないのか。ありませんね。よし、いっけー。待て、まだ早い早い。落とし穴とかないよね。まず周りに抜け道がないか確認。なさそうだけど。鉄骨渡り針に巧妙にカモフラージュされたガラス道とかあるかも、とほざきましたが、これさ。しゃがんだらいけるんじゃない？レッツゴー。ウィーす。これ歩いた時の高度変化で当たるトラップとか想像した。へぇ。いくらなんでもそこまでは成し掛けてはきませんでしたね。だが次のレーザーは上下に移動する。これは上と下どっちに行くんだろ？どれどれ。まあどっちでも行けそうですね。ビームが床で隠れた瞬間ダッシュ。よっしゃー。特にすごくないけど。いやだからお渡し機に意味があるんだって。っていうかこの先もっと暗すぎなー。床が見えない。もうこれ完全にホラー史に来てますわ。懐かしいね。あまり思い出したくない。ビタロック光らせることで一応足元の確認はできますけれど。もうなんなんこの光景。回転するトゲ影。なんなんこの景色。サイコブレイクあたりで見たことあるんですけど。武器ポーチには確か松明があったと思うんですが、なぜか持てない仕様によりビタロックで代用しようかなと思います。どれぐらいトゲあるんだろうね。この状況でガーディアンとかほんまやめてくれよ。でも思ったより大きくないね、トゲ。いやだからトゲの一番怖いところは隠密性にあって、音もないビタロックにも反応しないこのアサシン性にあるんです。よし、そこまで危ないと思わないけどな。いやこの暗さで横からトゲでも飛んできてみるよ。マジで絶叫もので。まだあるみたいだね。奥に進むほどもっと暗くなるの本当にやめてください。本当に明かりないね。いやゼルダはここで急に初見殺ししてくるようなゲームじゃないわず。結果は？おっおー、火柱。まあこれはオッケー。タイミングだけだもんね。遠くには、っていうか、ここ行かなくない？ジャンプ。できねえよ。あ、いや、階段なんですねこれ。なんか落ちてきました？ゴキブリ。いやいやいや、ガーディアーン。いやあれビタロックで光ってないけどガーディアンでしょ？ほらちゃんとビタロックプラス。でもこいつ弱いでしょ？まあ確かに、耐久は低いので遠くから弓矢打てば何の問題もないわずです。よしオッケー、一撃です。あれ？ちょ、早ーい。ははははは。もう暗いところから急に光ってゴキブリみたいに動き出すもんですから。確かにゴキブリみたい。ほらよし、とりあえず遠距離専門型でよかったです。っていうかこいつビビらせるためだけに近づいてきたのか。さすがゴキブリ。ただし光ってるお前はもはや的でしかない。くらえ。撃破。もういませんよね。いそう。煽るな。静かに周りを確認。よしオッケー、なわず。けどまだ奥に道があるよ。まだあるのかよ。そろそろメンタル維持するのも辛くなってきました。この壁の謎配置も何かないか勘ぐってしまいます。奥に階段が続いてるね。この上には、よっしゃー、ゴールだー。もう終わりなのか。あいやちょっと待て、この安心感はフリではないのか。持ち上げて一気に突き落とすパターンではないのか。大丈夫でした。そこまで行くともうどうでもいいような気がするけど。確かに孔明の罠思考に陥っていたのかもしれません。というわけで無事二つ目の祠もクリアしました。ってあれだ。おー、このアコーディオンの音色は久しぶりですね。カッシーワさん。ワッシーか。どんよりとした空、すみません私のせいです。周りに迷惑かけてるよ、ヨウム。いやまあここ無人大地なので大丈夫です。はい、なかなかうまい比喩言われましたね。で結局この人歌歌うんでしょ。そうですね、歌いますし、みんなもご一緒に。母さんを愛し炎さーじんに光しかずち難しい歌ですねこれ。何言ってるのか全然わからない。もうちょっと歌詞早く出してください。
はい、カッシーは3の歌は置いておいて、3つ目の試練の祠に向かいましょう。そこらへん。そうですね、おそらくあの焚き火してるところが敵の本拠地だと思います。で、リザルフォスがいっぱい。あいつ体液かけてくるもんね。そうです。素早い飛び道具持ってる敵は脅威でしかない。っていうか弓矢持ちとかが多い時点で剣使わせる気ないですよね。牛豚ならまだしもカメレオンに囲まれたらなかなかに絶望的ですよ。ってまずい。仕留めろ。あ、ダメだ、ハテナが赤色になってる。ほらー。あ、残念。うおー。よし、ヘッドショット。言ってる場合じゃありません。あ、みんな群がってきたよ。まずい、さすがにこれは脱出します。あ、いや、解除されても面倒なのでここの壁に張り付きます。てやっぺー、炎の矢かよ。またトカゲになってる。言うな。とりあえず角笛持ちは最優先。そしてカメレオンを始末しないと接近戦すら無謀というものです。今も右の方で水吐いてきてるしね。おわー、危ない。さて登ってきました。まだ水吐いてきてるね。まあこっからなら、でやばいやばい、炎の矢構えてるやんけあいつ。いや、これ明らか一撃の剣使わせる気ありませんよね。動画的にもあれだし怖いけど近接戦闘したいつもりなんですが、ここまで拒否されると無謀すぎてその気すら起きませんわ。そう言いつつ爆弾ぶっ放していくのね。ライネル弓が強すぎて笑う。ふう、とりあえず距離を詰める。そろそろ霧にかかってもいいような気もするけど。でおーい、マジかー。あ、ガーディアンだ。え、ちょっと待って、なんなんこの敵の量。本当に苦肉の策。あ、氷の矢で凍らせます。それはありなの？いや、何回も言いますがもう敵の配置的に特攻は無理です。そして謎にはしゃいでるこいつは後ろから切って、地味に蜂の巣あったけど、で、あとは氷漬けのカメレオンにとどめを刺せば終了ですね。多分ガーディアンは？さっきはまさかの不意登場でテンパってしまいましたが、今思えばガーディアンもワンパンで倒せるかもしれないですね。というわけで3つ目の祠やっていきますよー。止めるが安全の策。いきなりハリヤマがずんどこしてますよ。っていうか祠のサブネームにしろ、一撃死のプレッシャーをかけてくる名前なのは悪意ということでオッケーですよね。何言ってんだお前。すみません。とりあえず鉄板が3つあるのでこれ伝っていきましょうかね。はい、この通りになりました。結構綺麗に並んだね。しかし前の正方形鉄板がなかなかに不安定です。そしてまあ、この箱に伝っていって飛び移ればいけそうですかね。いけるいける。足場安定させるためにビタロックで箱を固定して飛び移ることにしましょうか。結構傾くね。少々傾いても平気ですかね。あ、いや、これいける。怪獣でもう荒ぶった。これでいけるでしょう。飛び移れ。うおー、よっしゃー。はい、オッケー。で、もちろん左にある宝箱も取るよね。え、もちろんここで妥協して宝箱逃すようなことはしません。いっけー。そう。あ、これ無理だ。一度死ぬと連鎖的に天に召されてしまう。最初からやり直しだしね。それ、試練の祠にはチェックポイントも何もないのが辛い。盾ゲット。微妙なものが出てきたね。森人の盾自体はそこそこ優秀なんですが、いかんせんこの形式では使いにくい。でもまたトゲばっかり。歯車の上にトゲが。またこういう微妙なプレイでプレッシャーかけてくるでしょ。止めるが安全の策です。一個はロックできるけどね。でさっきからそうですけど複数持ってくるんですから、この祠で。うっぱー、左右からトゲが押し寄せてくるよ。あっぺー、おかしいな、この光景プレステ4で見たことがあるぞ。で、しゃがみ歩きすると進めない、この絶妙なスピード。仕方ない、片方止めて一個分は素直に通る。ここだ。うわーっつ、よっしゃー。その後釣り天井とか来るよきっと。いや、それは道はあそこだけ。鉄球だ。3つぶら下がってる。え、これパラセールで飛んでいけと。そうじゃないの。そうですよね。いや、これはビタロックの他にもマグネチェッチでも無力化できる技です。鉄だもんね。こうやって鎖の真下で安定させてやれば。で、あれ、鎖の根元が動く。何やってんの。あ、これ根元自体揺れてるからダメですわ。っていうか変に奥行きの運動つけてしまったせいで余計不規則な動きになってしまった気がする。よし、一番奥の鉄球を止めて。いけー。手前が抜けたらゴーです。よっしゃー、両膜を。いやー、下手にマグネキャッチでいじくったのが完全に裏目に出ましたね。ほんとかな。いや、素の動きであんなキテレツな動きされたらえぐい。よし、普通に左で止めてもさらに左から突破できましたね。あ、檻の前にあるこのスイッチ。は？いや、これどう見ても踏んだら後ろからどうたらこうたら。あー、懐かしい思い出が脳裏に浮かぶー。結果は？知ってた。あはははは、走れヨウム。くしょー。だが、しかしカメラはオッケー。このまま冷静にす。このまま冷静にすっき。おー。ちょ。
はは。もう嫌だこの試練。あ。あー。わー、グアウセドアフトブエフジコ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 。もう嫌だ、完全にホラー。左が怖い。上は？ってこれどうやって進むの？あ、こっちか。上？チチ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 チこんな追加コンテンツ聞いてない。初心思い出せ初心。